何？じっと見つめてきて。シノンがこっちを見ているから、俺も見返しただけだよ。俺なんかを見ていて楽しいか？楽しいとかそういうわけじゃないわよ。ただ、あんたの強さの秘密を知ることはできないかなって思っただけだから。そっか。それで何かわかったか？いえ、ちっともわからないわ。なんだそりゃ。けど、強さを知りたいっていう思いは本気よ。オリジンでは同時にゲームを始めたのに、すでに実力差があるなんて悔しいじゃない？そうかな。シノも十分強いだろう。本当にそう思ってる？え、思ってるけど。だったら、たまには褒めてよね。あんたにはかなわなくても、精一杯努力はしているのよ。知っているよ。だからシノンはすごいと思う。あんまり伝わってこないわね。心の底から褒めているつもりなんだけど。伝わってこないってことは、まだまだ褒め方が足りないのよ。褒め方か。何か、いい褒め方思いついた？じゃあ、よしよし。偉いぞ、シノ。ちょっと。よしよし。よく頑張ったな、シノ。何するのよ。ダメだったか？昔リーファにしたやり方で褒めてみたんだけど。急にそんなことされたら驚くでしょ？悪かったって、もうしないから。別にいいわよ。褒めてくれって言ったのは私だし。それに、今の褒め方は、一応あんたの気持ちも伝わってきたから。そっか。ならよかった。おかげで、また頑張れそうだわ。どうしたストレア。人の癒し方についてちょっと考えているの。これまでは強引に抱きついたりしてきたけど、たまにはちょっと控えめに誘った方がいいのかなって。そうか。でもなんで急にそんなことを。おしとやかにしていたら相手の方から積極的に来てくれるかなって。どうかな。それを俺に相談されてもな。けど一つ言えるのは、ストレアはストレアらしくしているのが一番ってことだよ。私らしく？ああ、たまにやりすぎちゃうかもしれないけど、元気いっぱいのストレアにはいつも癒されているからさ。本当？ああ、だから悩む必要なんてないぞ。ストレア。うん、ありがとう。結局抱きついてくるんじゃないか。抱きつくのは癒したいって思いだけじゃなく、私自身が元気をもらえるからなの。毎回毎回元気をくれてありがとう。いつもみたいに抵抗しないんだね。それはストレアの雰囲気がいつもと違う気がするから。そうかな。自分じゃ気づかないけど、変？いや、そんなことないさ。いつも通り癒されているよ。ありがとう。これからも癒してあげる。キリト、大好き。一緒。あ。こうして、二人で話をしたかったんだよね。
なんかあの頃を思い出すでしょ。ホローエリアのことだよな。うん、なんだか懐かしいよね。あの頃は誰かと二人っきりで過ごすなんて考えもしなかったからな。寝る時も毎日一人で寂しかったし、とっても怖かった。よく耐えたよ、フィリアは。ううん、私一人だったらきっとダメになっていたと思う。最後まで耐えて生き残れたのは助けてくれた人がいたからだよ、キリト。俺か？うん、出会ってからも私は相変わらずホローエリアで一人っきりだったけどさ、明日になればまた会えるかもって考えたら一人で寝るのも怖くなくなったもん。そんな風に思ってくれていたんだな。フィリアが無事に出られてよかったよ。おかげで今では気兼ねなくこうして会うことができるもんね。ああ、何も心配いらない。フィリアのそばに俺はいつもいるよ。ありがとう。その言葉を聞くとすごく安心できるよ。本当に幸せ。これからもこうして二人の時間を作れたらいいな。たまにはのんびりしようよ、キリト。あ、いいけど、具体的にはどうするんだ？こうして横になってゴロゴロするだけだよ。そんなのでいいのか？うん、僕は楽しいよ。勇気がいいなら俺はいいけどさ。いつも忙しそうだし、こうして二人っきりになれるだけでも貴重だよ。勇気だっていつも忙しそうにフィールドを駆け回っているじゃないか。そう？最近はそうでもないと思うけどな。元気いっぱいにどんな時も全力で過ごしているのが俺の中での勇気のイメージだからな。前はさ、ありったけの時間を全て全力で過ごしてきたけど、最近はこうしてのんびり過ごす時間も大切だと思うし、それに楽しいんだ。そうか、確かにこういう時間も大切だよな。そういうことに気づけたのって全部みんなのおかげだよ。そうなのか？みんなと出会って一緒の時間を過ごすようになってから、急がなくても楽しい時間を過ごせるって知ったんだ。だから今は全ての時間が充実しているって思えるよ。それじゃ俺も勇気に負けないようにこの時間をのんびりと楽しまないとな。うん、そしてこれからも二人でこういう時間を過ごそうね。もちろんだよ、ユキ。